博多ラーメンとか、うん、明太子、あとは、水炊きとか、はいはい、王道な福岡グルメ、ね、たくさんあるんですけど、いいけどね、今回私たちが紹介するのはこちら、ね、え、三味のトマトラーメンです。知らない、知らない。トマトラーメン三味は今福岡の女性に大人気のラーメンなんです。これは本当に美味しくておすすめなので、そして今回ですね、そんなトマトラーメンの美味しさを伝えてくれる方と中継がつながってます。福岡と、まさか、ぐるぐるほっぺのテキヤさん。ぐるぐるほっぺのテキヤさん、はい、あれテキヤさん、あれ、これ見たことありますよね、テキヤさん。以前行った家族アンケート企画で登場したぐるぐるほっぺのテキヤさん。そんなテキヤさんにトマトラーメンの美味しさを伝えてもらいます。え、テキヤさんも食べたことある？そうなんです、私は学生時代に学校が終わってからお友達と行っていたところなんですけど、こちら学割で330円で食べることができます。安い、安い、安い、安すぎるって。これ野菜がすごい乗っててヘルシーなんですよ。野菜、トマトとほうれん草かな。そうなんです、うん、あとなんかネギ、あれ豚肉。そうなんですよ、肉、お肉も乗ってて。いただきます。麺は細いやつでね。テキヤさん髪をね、荒々しく後ろに。テキヤさん、おお、テキヤさんどうですか。おいしいんです。テキヤさん、テキヤさん、あの、美味しいです。あの、これはすごい、これは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 テキヤさん怒られますよ、本当に。お店の方に。あの、テキヤさんだけだと美味しさが伝わらないので、松田も中継先へ。あ、美味しそう。もうトマトの香りがもうしてるんですよ、もうここに。じゃあいただきます。いいじゃん、美味しそう。いい食べ方。美味しい、美味しい、めちゃめちゃ美味しいです。ベース何なんですか。ベース、トマトの中にちょっと塩味があるんですよ。その塩味がトマトの甘さを引き立ててる感じで。なるほど。これ、この麺の太さもこの細さが良くて、めちゃめちゃ、はあ、すごく絡みますし、すっごい食べたくなってきた。一気に食べたくなった。すっごい食べたくなってきた。テキヤさん笑ってる場合じゃないですよ。テキヤさんも何倍もうまいですよ、なんか松田の方が。うん、うまい。うわー、食べたい。うまい、完璧。美味しかったです。おいしい。テキヤさん、福岡に票入れるということでよろしいですかね。圧がすごい。あ、確かに。あ、黒いテキヤが。はい、大丈夫です。結ばれました。今からは以上です。恐ろしい女でした。テキヤさん。